はい、こんにちは、ビッグボーイです。ブラックオプス3マルチプレイベータ、またやっていきます。ランク40に到達したので、スペシャリスト、スペクターのリッパー、アームの強力なブレードで射程の長い近接突き攻撃を繰り出す。ステルフ、スピード、アンサプライズ。これを使っていこう。レーザーカッターみたいな近接攻撃が使える。武器はこうだを使っていこう。で、まあ、このリッパーなんですが、なんだろう、射程は実際はそんなに長くなくて、まあ、追尾とかもしてくれるんだけど、そんな追尾判定もちょっとよくわかんなくて、で、ゲージが減るのも早くて、なんだろうな。実際は、リーパーの方が使いやすいかな。 あれ？敵が5人いるよ。まあ、リッパーを使う場があるかわかんないけど、Team やっていこう。Deathmatch. Watch and learn, brothers. 4対4。This is the future of combat. We'll see if you have anything to teach. もうね、見た目も、もう人間なのか人造人間なのかもわからねえし、声ももう人間離れしちゃってんな。リッパーをうまく使えるだろうか。いないな。みんなあっち行ったか。よし。こっちから来そうだな。よし。2人 OK。もう1人 OK。リップはレディ。さあ、問題はね、どこでどう使うかなんだよな。屋内に来てもらわないとね、これはちょっと、うまくは使えないな。銃を撃っちゃうと切れちゃうのでね、やられた。本当に接近しないと、使えない。だから、つまり、一般は 使えない。よし。味方がやったかな。ちなみにもう一つあった、アクティブ迷彩の方。アクティブ迷彩はなんかほとんど姿を消せるアビリティだそうなので、こっちはかなり使えるんじゃないかな。だから、近接武器系のかっこよさに惹かれて、リッパーをアンロックするんじゃなくて、実際は、青。アクティブ迷彩の方が良かったんじゃないかと。まあ、そんなこと言っても仕方がないので、そこに敵がいるな。室内に入ろう。足音はしないな。してるな。こんな感じで。まあ、かっこいいんだけどね。かっこいいんだけど、かっこよさに強さがついていっていないような。切れちゃった。敵がいた。待って。もう一人いたが。4対5か。こっちから行こう。よし。音がしたな。おわ、はい、来てる。そう、味方のリーパーのクローンか、これは。あ、ぶつかった。ごめんなさい。いない、こっち行こう。おお、勝ってない。3点差。そこにいたな。生きてる。よし。さあ、リッパーだ。危ない。あー、嘘。追尾したのに、穴やれたにやられた。
ん、こっちか。うわぁ、倒すね。よし、壁走りのそこにいた。7点差。こっちにめっちゃいるな。これは無理だ。場所を変えよう。よし、リッパー来い来い。ふっ、よし、来い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 。ほっ、あはは、めっちゃいる。ちょっとこんな、ちょっと敵を待ちながら戦うアビリティは嫌だな。よし、でハイプがあったな。よし、もう一人いる。3点差。ほい、よし、壁走り。うん、まだ3点差か。ほい、うわ、当たんない。リスポンが変わりそう。よし、ここでリッパーはやめた方がいいな。よし、うぅ。なんか今敵に表示が出たけど、敵が真正面にいるときに発動したらどうなるんだろう。追尾してくれんのかな。まだそんなに使ってなくて。さあ、優勢だな。うお、グレネード。接戦気味。あ、待って待って待って、まだリッパーを使ってない。待って、こっちにいるな。フレンドリー UAV インバウンド。ふっふっふっ、おら、よし、最後はかっこよく終わった。というわけで、リッパー、これは結構難しいです。使い方をマスターするには。というわけで、BO3 のベータの実況はここまでかな。次回のブラックオプス3の実況は製品版をやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。